ちらはですね、新しく始まるステラルーナ主役のショー、ステップシャイン、こちらに登場するキャラクターのヌイバが発売になったってことで来ました。はい、早速紹介の方をしてみたいと思います。はい、ステラルーはですね、これまで、まあ、すっぴん、まあ、裸のヌイバは出てたんですけども、衣装をまとったヌイバはこれが初めてになりますね。1800円になります。こちら、ステラルーの、まあ、デフォルトの衣装になりますね、バレエシューズ、それからこれはチュチュスカートだっけ、いいんだね、チュチュスカート、そしてリボン。はい、こちらの、まあ、デフォルトスタンダード衣装のヌイバ初登場になりますね。1800円になります。そしてこの横、こちらダッフィー、タキシードのシルクハットで決めてますね。うん、こういう格好でショーに登場するんだよね。1800円、決めてますね。なかなかこういうフォーマルな、ね、ダッフィーってなかなかないですよね。珍しいですね。1800円です。やはりクマって上はバッチリ決めるんだけど、下半身丸出しなんだね。プーさんもそうだもんね。なんかやっぱりクマはこういうルールがあるんだろうか。はい、こちらシェリーメイになります。シェリーメイワンピースで可愛いですね。はい、後ろにもでっかいリボンがあります。あと頭にもね、右にちょこんとリボンつけて可愛いですよね。こちらも1800円になります。思ったけどさ、星がなんかモチーフなんだね。やっぱスター、うん、やっぱ夢見るバレリーナというか、やっぱりね、スターを夢見るっていう設定だから、腰にそれぞれ星が入ってるのが特徴的ですね。はい、そしてジェラトーニーになります。なんかジェラトーニーとステラルーなんかいいよね。なんかペアっていうか、なんか仲良しって感じで、ちょっとなんか、うん、この2人はいいと思います。やっぱ身長違うね。よく見てやっぱステラルーってやっぱちっちゃいんだね。なんか可愛い感じが出てますね。はい、ジェラトーニー、ショタショタ、あ、尻尾の処理が難しいね、これ。やっぱこうなるもんだ。1800円、スカーフ巻いてかっこいいですね。ジェラトーニーも可愛いです。そしてやっぱり肩に星がありますね。やっぱ星が肝なんだね。はい、そしてステップトゥーシャインはですね、ミキミニも登場します。ミッキーこんなコスなんだね。なんか俺写真よりも先に縫い場で見ちゃったんで、なんかあの不思議な気分ですけどもね。やっぱりサスペンダーのところには星がついてますね。やっぱ星が今回のキービジュアルというか、やっぱキーなんですね。あ、背中のサスペンダーも星があります。ミッキーどういう役で出るんだろうね、楽しみだな。そしてミニーちゃん、ミニーちゃんもすごいね。赤白黒のなんか戦隊みたいな感じだよ。なんかなんとかレッドみたいな、なんか戦隊風のなんか色合いですけどもちょっとだけそれなんか戦隊っぽいよね。へえ、ちょっと面白い。はい、ワンピース赤白黒で可愛いです。やっぱ星がありますね。それがでっかいリボンがあって、ちょっとだけなんかシェリーメイに似てますね。ね、リボンもあるんで、やっぱり、あ、そっか、さっきのさ、ダッフィー、シェリーメイとちょっとセットになってますね。なんとなく衣装が似てるので、あ、そういうことか、なるほどね。うん、比べるとわかるわ、そういうことだ。 OKOK、 なるほどね。このミニちゃん個人的なツボですね。戦隊っぽくて可愛いです。